今回の飯時々旅、こちらは札幌駅です。珍しく札幌駅からスタートいたしました。冬の運転は危ないですからね。発車まで少し時間があるので久しぶりの校内散策です。出発前に一息つけるドトールモーニングが入っております。朝早くで開店前だったので残念ですが、こちらはお蕎麦屋さん、たまに食べると美味しいですね。そして、冬の北海道は寒いので時間ギリギリにホームへ向かいました。遅延が発生していて少し遅れて到着します。やっと車内に入れるという安堵感が冬の醍醐味ですね。小樽行きは普通列車約50分と快速約30分の2種類。今日は快速に乗車します。平日の昼間ですがわりかし混んでます。こちらが海と雪のコラボレーションです。寒い海ですがサーフィンをしている方もいらっしゃいますね。車窓から海が見えるのはテンションが上がります。小樽築港に着いた頃にはもう大雪になっていました。まるで横に降っているかのような雪。ただこれも冬の北海道の醍醐味です。快速だと5駅で小樽に着くのであっという間に到着いたします。こちらは小樽到着ルーターをと書いてあります。この看板見るといいですね。小樽駅に来たら見なければいけないのはこちらのホーム、裕次郎ホームになっています。小樽駅の4番ホームは通称裕次郎ホームとなっていて、裕次郎の等身大パネル、2003年に小樽駅開業100周年を記念して名付けられたということでした。3歳から9歳この小樽で過ごしたそうで、小樽に縁があり1978年テレビのロケで来た際のパネルがこちらです。おそらく日本で一番リスペクトされていながらも呼び捨てされる裕次郎です。今回私も裕次郎とツーショットで写真を撮りました。背がバレるので背伸びをしております。小樽駅はレンガ造りで中も雰囲気がありおしゃれな空間になっています。改札を抜けて見上げるとガラスのランプが飾られています。モダンな雰囲気が港町の小樽らしさを演出しているようですね。早速外に出て散策開始していきます。まず最初に向かうのは駅のすぐ横、歩いて1分で到着します三角市場。珍しく朝早く出発したのでお腹はペコペコです。まずは腹ごしらえが必要です。来ました。こちらが三角市場。飲食店や海産物販売など約15店入っています。この日は平日の午前ですが想像以上の人の多さ、人気飲食店は大行列で特に海外の方が多く見られました。カニ好きの私は立派なタラバガニに釘付けです。足の太さが違いますね。そして今日の一食目はこちらのお店にお邪魔しました。ずらりと並ぶメニューがもう美味しそうですね。大混雑で1時間近く待ちが発生しましたが、こちら滝波食堂さん、無事店内に入りメニューをチェックしていきます。こちら並んでいる間に事前注文済みなので着席して待機します。海鮮丼は魅力的な丼がたくさんあり悩むラインナップ。こう見るとイクラやウニ、このあたりが人気そうですね。自分でネタを選ぶわがまま丼もありました。焼き魚定食や炙り焼き、お刺身の種類なんかも豊富に出ております。まず最初に到着したのは飲み物。こちらは後から注文して出てくるものでした。お通しには嬉しいサキイカもついてきます。このイカ少し柔らかくて噛めば噛むほど味が出て美味しいです。食事前なのに食べる手が止まりません。今日はノンアルコールでウーロン茶とコーラでスタートします。到着いたしました。席に座るとすぐ到着します。
この景色絶景ですね。長い時間待った甲斐がありました。まずこちらは滝並丼。店名がついた一番人気の丼ぶりになっています。滝並食堂さんは昭和21年創業の海産物を販売している滝並商店というところが運営されているので、鮮度も抜群なお店になっています。粗めのわさびがいいですね。ウニ、イクラなど贅沢に入った丼で一番人気がうなずけます。まずは見るからにプリプリなホタテからいただきます。繊維一つ一つがしっかりしていて立派な美味しいホタテです。真ん中に乗っている大きなボタンエビも甘みがあって非常に美味しいです。この綺麗なウニは臭みなど一切なく、醤油がなくてもご飯が進むウニになっています。こちらのイクラ、濃すぎず薄すぎず酢飯によく合う味付け。個人的に一番美味しかったのはこちらのホタテの肝です。みんな大好きサーモンも脂がノリノリですね。マグロはあっさりしていたので今回好みの味になっています。甘い卵焼きがまたいいアクセントを出しています。丼を注文するとデフォルトで鮭の三平汁がついてきます。こんなに大きい鮭が入っているのは驚きました。この三平汁だけでご飯が進みます。ちなみに三平汁は斉藤三平の三平です。続いて生八角のお刺身。小樽名物の八角です。本州の方は初めて見る方も多いようですね。見た目は少しですが身は淡白で美味しいんです。そして私は羅臼ホッケ一枚焼き定食、安定のホッケ定食ですね。マホッケとシマホッケから選べるのですが、今回このマホッケは生のホッケを焼いて食べられるというところで注文いたしました。身がふっくらしていて塩っ気もちょうどよくて非常に美味しい味でした。ホッケ定食についてくる小鉢も豪華なものになっています。まずはサーモンのたたき、こちらでご飯一膳いけると思います。甘く煮たイカのゲソも落ち着く味で嬉しい副菜になっています。そして私は330円の追加料金で汁物をカニ汁に変更しました。あふれんばかりのカニの量にびっくり、出汁が出ていてうまいです。贅沢な朝ごはんを一口一口噛み美味しくいただきました。人気店なだけがあり鮮度も良く大満足、ごちそうさまでした。パンパンのお腹を抱えて食後の運動で小樽散策に向かいます。歩いている途中に出てきたのはこちらです。旧手宮線の線路、ここも人気の観光スポットになっていますね。旧手宮線は北海道最初で日本で3番目の鉄道になっています。観光客の方がたくさんいらっしゃいました。雪だるまも途中作られていたようですね。雪のないところから来たんでしょうか。続いてやってきたのは小樽の代名詞、小樽運河。夏のこの船で行く運河クルーズは最高ですね。夏には夏の良さがありますが、冬の少し哀愁が漂う雰囲気もいいですね。運河を眺めていると突然現れたのはこちら、カモです。奥にもたくさんいて寒い中悠々と泳いでいました。12月、日中の気温は 2.3 度です。暖かく感じます。この橋から見る景色はパンフレットでよく見かけます。多くの方が写真撮影されていました。ザ・小樽という感じですね。人気者のキャラクターも寒い中佇んでいました。運河から歩いて5分ほどで有名な観光通りの境町通りに到着です。
石造りの建物が立ち並び、モダンでおしゃれな街並みになっています。ガラス工芸の体験なんかもできますね。そして海鮮が食べられる飲食店も数多くあります。お、こちらは四州北の龍河さん。小樽は漁業が盛んで、漁具として使用するガラスの浮き玉、こちらを使用していたことからガラス製造が有名となっております。北一ガラスさん、こちらも有名ですね。体も冷えたので一息つこうと立ち寄ったのはルタオの本店です。北海道を代表する銘菓のルタオの本店はこの小樽。誰でもわかりますかね。近くに支店もあり、どの店舗も大混雑しておりました。残念ながらカフェは大行列で一旦諦めることにしました。子供の頃に行くたびに親におねだりしていたオルゴール堂です。小樽で忘れちゃいけないこちらは釜栄さんです。釜栄のかまぼこ、ガラス越しに製造工程を見ることもできます。館内は撮影 NG です。看板から伝わる小樽の名物のパンジュ、こちらが非常に美味しい一口サイズのベビーカステラ。そして名物のパンジュはこしあん、つぶあん、クリーム、ごまくるみ、かぼちゃクリーム、ほうじ茶あん、6種類あり、1個100円と買いやすい価格ですが、1つがずっしりしていてボリュームが多いです。いくつかお土産に購入します。少し歩くと雰囲気の良いアーケード街が見えたので立ち寄ってみます。サンモール一番街というところですね。中に入りすぐに見えたのは懐かしのキャラクター、さとちゃんとさとこちゃんです。子供の頃に大変お世話になりました。さとちゃん、さとこちゃんは初めて見ました。さらに奥に進んでいくと右手に出てきたのは昔の小樽の写真集です。その隣には石原裕次郎の主演映画作品展、石原裕次郎記念館、解体に伴い掲示されていた作品がこちらに飾られているようでした。こちら皆さん知っている作品はありますでしょうか。アーケードを抜けて再び境町通りに戻ってきました。だんだん日が落ちてきていますね。途中おみくじがあったので引いてみることにしました。こちらは1回100円です。カラフルなおみくじで一つ一つ柄が異なっていますね。まずは私のおみくじです。大吉でした。いくつになっても大吉が出ると嬉しい気持ちになります。前世は宮沢賢治ですが、全然前世はサンマです。他ではないような項目がありますね。続いて相方の番です。こちらも大吉です。全然前世はアンモナイトです。前前世はニホンザルのようですね。頭脳運はアインシュタインの再来、大満足で先を歩きます。夕方の小樽は明かりが灯るとさらに綺麗な街並みになってきます。向かう先は先ほど諦めたルタオ、リベンジしに来ました。小樽は日帰りで観光する方が多いので、夕方には人は少しまばらになってきます。その時間を狙ってやってきました。ルタオパトス店です。狙い通り待ちなしで入店できました。早速メニューをチェックしていきます。美味しそうなスフレは体験型スイーツというものになっていて、他にもメニューはたくさんありましたが、
ちょっと失念しています。まずやってきたのはセットのドリンク、紅茶ブーケドパトス、おしゃれな名前の飲み物です。そして私はこちらをホットで注文しました。ドゥーブルフロマージュが乗ったドゥーブルプレートが到着です。ルタオの大人気の3種類のチーズケーキが楽しめる一皿です。こちらはドゥーブルフロマージュ、こちらはショコラドゥーブル。見た目がもう美味しそうですね。我々には少しおしゃれすぎますが、たまの贅沢。そして相方のふわとろフロマージュスフレ、こちらは体験型のスイーツです。この状態で提供されますが、こちらにドン、アンミルクをスフレにかけていきます。粒あんの生クリームはふわふわでとろっとろです。ちなみにこのアンミルク、期間限定商品でした。こちらを余すことなく注いだら次の工程です。ジャージーミルクソースをかけていきます。固めのクリームでまとまって落ちてしまいました。本当はここで絵を描けるというものになっているようです。ソースをかけたらお絵描きです。固めて落としてしまったので今回絵は描けませんでした。描けても絵だと認識できないほど絵は上手くないです。トッピングのフィアンティーヌをかけたら準備完了です。フィルムを勢いよく取っていきます。綺麗だったので別角度からもう一度。いかがでしたでしょうか。最後にバターソースをかけたら完成です。素人がやっても綺麗にかかるものになっているようです。自分で完成させるデザートで食べる前から満足感があります。出来上がったので早速実食していきます。フォークを入れてすぐにわかるふわふわな、こちらはスフレケーキになっています。この映像に言葉はいらないですね。口に入れるとじゅわっと溶けてしまいます。こちらのクリームもあっさりしていて食べる手が止まりません。そして私は一番人気のドゥーブルフロマージュからいただきます。ナイフがスッと入っていきますね。そしてこちらショコラドゥーブルは2番人気のようです。どのケーキも美味しかったので、およそケーキを食べる速さではない速度で完食でした。さすがルタオ、どれもこれも美味しく楽しいひとときでした。デザートを満喫し夜の運河へやってきました。気温は 1.3 度、それでも少し暖かい雰囲気でございました。夜の運河は青いライトでライトアップされて大人気です。多くの方で賑わっていて撮影待ちの行列ができていました。昼も夜も夏も冬もいつ見ても絵になる小樽運河です。お腹も目も満足し、そろそろ帰宅の時間です。歩きながらゆっくり駅に向かいます。帰る前に安定のナルトのザンギを購入です。足腰がしっかり疲れた私、強い要望を出しまして Uシートで帰ります。少し値段は張りますね。
広々としていて非常に快適でした。こちらは帰宅後、まずはこちらです。ナルト屋のザンギです。匂いだけでご飯が食べれそうなレベルのザンギです。特製塩コショウと生姜の味付けが絶妙で最高なザンギです。ザンギの後はデザートに手が進みます。パンジュですね。見た目は小さいですが、持つとわかるこの重量感です。今回購入したのはこちら、かぼちゃクリームとクリームとこしあん。ちなみに私はこしあん大好物です。アーモンドクリームを中にぎっしり詰まっていて、程よくもちもちの生地によく合います。北海道のおやきに似ているかと思います。1個から購入できるので食べ歩きにも最適ですね。デザートも満喫し、今日も大満足でした。明日からまた頑張ろうと思います。大人気の観光地小樽はまだまだ見どころがたくさん。四季により見られる景色が異なり、どの季節にも来たくなる。また春に来たいと思います。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。したっけね。